山口隆は、日本の建築家、建築理論家。京都大学大学院工学研究科、建築学専攻、博士。博士論文のテーマ、ピーター・アイゼンマンの建築論ダイアグラムをめぐる、主要概念の考察マイナス。京都市生まれ。山口隆建築研究所主催、日本建築学会正会員、ルーマニア科学アカデミー名誉会員、アジアデザイナー交流協会会員、 ハーバード大学客員研究員、コロンビア大学客員教授、東京大学客員研究員を経て、現在に至る。京都大学では、建築論研究の第一人者である、加藤国夫に学ぶ。卒業後、建築家、安藤忠夫に支持する。1988年、ピーター・アイゼンマンのパートナーや、コロンビア大学出身の建築家と共に、 理論研究グループ ARX を結成する。ARX の理論家として、建築における設計主体の解体という理論を構築し、ニューヨーク、ジュネーブ、ベルリン、リスボン、日本を結び、ネットワーク上における設計活動を始める。複数の主体がテレコミュニケーショナルに、相互干渉する設計手法により、1992年、 ベルリンシュプレーボーゲン都市開発国際コンペティションに入賞を果たし ARX の理論を具現化する。こうした新しい試みがピーター・アイゼンマンによって評価され建築理論史エニーに取り上げられることにより世界へのデビューを果たす。建築とは何かといった建築論的な問題意識を持ち建築の本質的役割を追求している建築家である。実作では 性質な作品を作り続ける一方、プロジェクトにおいては、建築にアルゴリズミックデザインを取り入れ、プログラムとロボットテクノロジーを建築に融合させるなど、新たな建築の可能性を探求している。MIT、プリンストン大学、ミラノ工科大学、聖火大学、ドーズ済大学など、世界の大学でレクチャーを行っている。2006年にティムディルを設立。ハーバード大学、 スタンフォード大学、コロンビア大学、MIT、プリンストン大学、聖火大学などとワークショップ、レクチャー、シンポジウムを開催。グラステンプル、ありがとうございます。